はトロス企画阿部ちゃんです。花です。葵です。みーくんです。誰も来んない車に誰だよこんな拾ってきたな。誰これ。廃車だ廃車、うん、明らかにちょっと放置車両じゃないですか。ちょっとね古いんじゃない。だいぶもう、うん、だってここでかくね。車検証。車検証ででかい。でもこれってもしかして阿部ちゃんとカメラマンの水木が大好きな S13 シルビアってやつじゃんじゃない、もしかして。え、うん、これは実はねミー君が大嫌いなねあのエンジンだと思うじゃないですか。はい、あのシルビアといえばね、うん、あのエンジンですけど、うん、ちゃうんですよ。ちゃうのちゃうちゃうなんですよ。ケンケン茶色いんです。これミー君が買い取りした。買い取りさせられちゃった車です。させられたっていうことはあれですね、はい、ミー君にシルビアを当ててくるっていうことは、うん、チャレンジャーですね。なるほど。そうです。はい。もう戦う気満々だぞ。戦う気満々です。で負けて持って帰る。でこれ押しボンドあったんですよ。いらない持ってってくれって、いらない持ってってくれって押しボンドあったんですよ。強いな。そうおかしな査定なんですよ。いらねえのかよ。そう見てさ、いらないですって言って帰りますって言ったら、いやちょっと待ってよって言ったら持ってってよって言って、いやいらないからっつって。ない買い取りでありえんの。ないよね。こっちがいらないって言うことない。いらないって言ったの。いらないって言ったんだよこれ。いらないよって言ったんだよ。なんだよこれ。でも押し負けされちゃったんですよ。そうそう、いや持ってってよとかつってて、しかもこれに関してはあのミー君があの力走してたあの発見ツイートがあったね。ツイッター上に上がってたんで、これ遠方だったんですよ自らすごっ遠方まで。そう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 、何この。これ本当にね嫌だったの。どこが嫌なポイントですか。え、全部全部やば。ひどい。もう見るとこない。あ全部だよ、だってボロいもん。え、これ、まあ、ボロそうだよ。なんかね、ほんとお金ない人がね、チューンドした車。ああ遊んでた車。チューンドはしてる、あるけど。そう、ドリフトしてるね、本当にこんな。めっちゃ嫌な顔してる。そうそうそう昔安かったんだからこれ。あ、うん、今となってはね。だって2、30万で買えてたよこれ。安っ。そう普通に。てかこの色純正色ですか。純正です。こういう色もあったの。ね、シルビアはこういうね、あのゴールドとパールのツートンだったり、うん、下がねうぐいす色みたいな感じのやつと、パールのやつとか、ツートンばっかりだったんですよ。ツートン。うん、そう。で超不人気だった。不人気なんだ、うん、そうそう、その後さ白だの黒だの出て、はい、単一盛り上がっちゃった。おお、それで若者がついた。そうそうそう、おなるほど、そう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 、食いついたんだ。そう、へえ、だからあの SR で、あるのがいっぱい売れてる。うん、希少性があるんですよこれ。あ、じゃあこれ最初の方のやつなんですね。そうそう、え、すごい、一般シルビアの初期のものです。うわ、え、グレードとかあると思うんですけどこれは何ですか。グレードはねキングです。あー、ケーズだ。ケーズ、一番上のグレードだ。電気さんです。ケーズ電気、ケーズ電気。あ、電気さんね、そういうことで。そうそうそうこれはこれはいいですよ。はは、はい、ケーズ電気さんマニュアルです、しかも。おお、うん、中見ていいんですか。中見ていいですよ。ケーズっていうことはウォーターですね。ウォーターです。あら、はい、うわ、これ阿部ちゃんと同じシートだ。うん、ブリッドのセインバ系、うん、ね、いつの時代か分かんないやつ、はい、いつもの、あ、モモのコンペティション。あ、ね、ハンドルだけ新しいね。はい、これ水木くん、この内装色は何これ。これ茶内装っすね。茶内装、うん、珍しいですね。へー、レトロ、うん、この組み合わせ。ロールバーも入ってる。本当だ本当だ、組んである。本当だ、そうそうそう、追加メーターもついてた。あ、あのシートはやっぱ初期型だよね、うん、あ、あれが純正シートなんだ。のっぺりしたやつ。そうそう、ダッシュボードのあれもねちょっと少ないっすよ。思いました。へー、あ、本当だ、ちょこっとあるぐらいで。そう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 、あれなんか意外に、うん、綺麗にすれば、うん、ね、うん、そうね。なんか汚っ今もね、まあね、やっぱりね乗ってる人悪いですよ本当に。乗ってる人のことも、大体ね、そういうね、本当にあのクズ、人間のクズ、本当にすごいな。そうそうそう、もう本当にね、なぜミー君にねシビアとかね
まあこれ CA だけど、うん、なぜ査定を依頼するんだって話。この人買わないからな。先にエンジン見せましょうよ。エンジン見せようか。CA の CA のこのクソエンジン。クソエンジンひどいわ。うわおっと、なんと SR ではないじゃないですかこれ。これ何ですか このエンジン。これキャビンアテンダントです。キャビンアテンダント違うんで、うん、18歳キャビンアテンダント18歳ですデートです、はい、へえ、はい、これあの伝説の、はい、CA18 です、はい、CA18 歳。あのターボなのに200馬力しかないっていう噂のエンジンですね。そ う, です そ, う、はい、そういう意味で、ああそっちの意味なんだ。でもすごいなエンジンルーム、はい、見てよこの割れ具合、こう割れちゃうんだよね、H さんね。割れます、うん、もう、うん、おっしゃ液出せませんみたいな。あ、これラジェッタか、うんうんうん、そうそうそう、はあ、バッテリーの向き変えてね、これインタークーラー前置きにしてるんです、ね、あ、これあんな開けてるんだ。そうそうそう、はあ、ここにね、そうそうそう、なんかコケムシたのかな。本当だね、あ、やばい、あ、はい、これ何がいいんですかこのエンジンは。このエンジンは意外と丈夫なんですよ、SR で。あ、そうなんだ。はい、あのガスケットだけ注意してれば、あの全然コアップしてもね、あの排気量アップしてもタービンいじっても丈夫なんです。へえ、そうなんだ。価値的にはどうなんですか、エンジンの SR と CA だと。ね、これはね、分かれると思います。CA 好きな人はもうたまらないです。へえ。はい。CA のが少ないですか、少ないですね。あ、そういった意味では希少、はい。はい、これバラして売ったとしたら、はい、エンジン単体で SR とどっちが値段つきます？CA ですね。あ、そうなんだ。CA のが作りどーい、うん、まあ物ねえんだろうな多分。ないです。希少性で、はい、希少性でね、値段がアップ。CA 好きな人多いですから。うん、でも、うんうんうん、でもなんか CA ってこうちょこちょこ RB と同じパーツありますよね。ちょこちょこ。うん、似てる感じのスカイライン。クランクセンサーとか。うんうん、なんかミニ RB みたいな感じだよね、2気筒少ない RB20 に似てますよね、うんうんうん、まあそりゃそうだね、うんうん、昭和設計だからこれ、そもそもがね、うん、今日昭和だよ設計してる？バチバチで昭和でしょ、昭和なのこれ。これ車は平成元年車なんだけど、あ、そう、これは CA でも、うん、まあ、あの後ろの方だから、うん、まあ元年になっちゃってるけど、うん、けど昭和なんですよ、うん、はあ、すごい、ね、昭和設計ツートンとかがね、昭和チックな感じするよね。そうそうそう、このね、このデートカーね、デートカー、そう、デートカーですね。いいじゃないですか。デートカーで、ここでこの若者がイチャイチャしたっていうね、伝説の車ですから、信じられないですね、はい、こんな車で。これでこうお迎え来ちゃうといいんだよ。あ、いい、そう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 、なんかこう肩パタカパタカッと入ってるダブルのスーツで、こういうなんかダブルのスーツでこういうそうそう、男女7人夏物語みたいな感じで、ドラマ、いつの話だよ。知らないでしょそういうの。知らないです。おじさんしか分かんないんだよこれ。今おじさんに対して言ってますからね今ね、はい、おじさんはキンキンしたドラマかな。そう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 、チャンネル登録お願いします。エンジンかけてみます。エンジンかかんのこれ。エンジンね、これね、実はね、これね、あのエンジンかかるようにしたんですね。元々これかかんなくて放置されてたやつが、まあ、多少ねかかるようにしたんですけど、まだちょっと調子悪いかな、うん、全然かかるじゃん、うん、入ります。どうでしょうか。全然かかる。調子いいんじゃないかすら思ってしまう、うん、まあ、見た感じの中は動かなさそうですけど、うん、まあ、一応かかるような、もうエンジンオイルからデフオイルからミッションオイルから全部オイル、オイルっていうオイル全部交換してやって、一応チューニングされてて、はい、ね、実はデフとかも入ってるんですよこれ。あ、そうなんだ。生意気に、生意気に。お金かかってる意外と。そうですね、はい、はい、今ね、SR じゃなくて、CA の S3 シルビアとか高いらしいですよ、はい、うんうん、精度いいと。初期のね。そう、下手すると300万ぐらいで売ってたりとか。高い。新車より高いんじゃん。うん、頭おかしいんじゃないかと思ってるんですよ。
一時期を知ってるミー君に言わせるとね、うん、確かに確かに5万で取引されてたのが、ね、買い取りの値段だ。それは安い。そう、売り値30万ぐらいだったし、そう5万で仕入れて30万ぐらいで売ってたんですよ。ああ、そう、それでもなんか敵なんて言ってさ、渋ってるあのガキンチョがいっぱいいたんだよ、うんうん、ガキンチョ。そうそうそう、僕ガキンチョして買わなかったから、もともとあの貧乏な金ないやつが買う車だから、これお金持ってる人は3人 GT r 買ってた。そう、あそう、あ、そうね、GTR は基本的に買えない人たちがね、それを買うんですよ。台北ムスが買えない人が買うんですよ、うん、スカイラインはね、ちょっと高いんですよ。そういうね、グレードの車なんですよ。なるほどね、こうやって乗っちゃうんだね、うん、で、まあで、しばき倒して、うん、で、あとはぶなげる形で、うん、そうそうそう、まあ、昔は楽しかったんだよね、それがね、うん、今じゃね、できるところとか今ね、そんな使い方してる人いないですよ、うん、うん、むしろ大切にしてる人すっごい、うん、そうだからこんな状態で保管してるっていうのはありえない、うん、そう、みんなピカピカにして綺麗にしてお金かけてやってます、うん、はい、でもこういう車でも買い取りして、まあでもまだあるんだよ、こういう車日本に、うん、いっぱいね、まだあるまだある、田舎のね、あの納屋にぶなってますから、うん、はい、うん、この田舎の納屋のストックを全部かっさらっていきますからね。そうそう、若い頃ね、息子が乗ってたんだよとかっつって、そうそうそう、ほんで出てっちゃって、ね、実家に置きっぱなしにしてぶなってます、本当に。そうそうそう、うん、だちょうど世代ですよ、あの息子出てっちゃったお父さん世代ですから。そうそうそう、ね、これ処分してくれやんかね、ぜひ連絡ください。そうそう、そういう時は行って安く買い叩いて、ほら、ガッポ儲けますから、ほら、うん、買い叩いてんだ、ボロですねっつって、はい、じゃあ5万でどうですかみたいな。そうそう、エンジンかかんないんじゃないですか。でもかかんなかったんですよ、これ、うん、ですよね。そうですね、燃料ポンプとか交換したりとか、うん、あの燃料タンクの中も腐るんですよ、これ。うん、冷めちゃってタンクごと交換しなくちゃいけなかったりするんで、鉄タンクだもんね、そうシルビアはね、そう、そういったね、あの不具合もいっぱいあるんですよ。はは、うんうん、それ直しました、乗り越えてやっと入ってきたっていう感じですね、うん、はい、それをやる価値がある、そうそうそう、車になってきてしまったってことですね、うん、そう、まあ、一応エンジンかかるから、まあ、まあこのぐらいでっていう。なるほどね、ね、相当叩いたんですけど、それでも売るって話になって、じゃあもうエンジンかかってなかったらもう全然もっと安かったですけど、うん、はい、うん、でその日に引き上げてくれって言われて、あ、だから持って帰ってくれって言われて、うん、ご自身で行って、うん、ご自身で帰ってきたと、うん、そう、遠方までね、キャリアカーで行って、こんな車のために行って、確かにもう空にでよかったんだ。そしたら帰り目撃されてしまったと。そうですね、なるほどね、まあ、でもいいんじゃないですか、この当時のタイムカプセルみたいな、うん、割とこういうの見るの楽しいですよ、うん、こういうね、直してまあそうだね、あのこの状態だとあんま売れないので、うん、もうちょっと小切れにしたりとかして、まああの、まあ、車に近い形にしてあげようかなと思ってます。直しても車にはならないんだね、はい、シルビアはやっぱり、はいはい、これ一応ね、ここのライトあるじゃないですか、はい、これね、革命だ、革命なんですけど、うん、はい、もう1セット、もう1セットありますんで、左右ね、これね、ヤフオクとかに出品されます、うん、これ探してる人いるんすよ、はい、いるいる、はい、出ますんで、はい、それの今日宣伝です。長かったな、前振り。長かった、だいぶ長かったな。今日の宣伝は革命のヘッドライトが、ヤフオクに出品されるっていう、はい、あの紹介です。はは、はい、このシテルのホイールなんですか、はい、ロンガイです、ロンガイですか、はい、パキパキだ、はい、パキパキです、パキパキだった、ベイビーだ、まあ、そういう形でですね、はい、当時のお車ずっと投げてる人、うん、まあ、買い叩くとは言いますけど、うん、普通の業者だったら引き取り料、廃車料かかるところを、うちだったら、うん、ちゃんと買い取りとしてね、お支払いしてお持ちしますので、うん、そうですね、うん、まああれじゃないの、だって、まあ、売りたいっていう人言った人も、はい、いやうちいらないっつってんのに、いや持ってってくれって言ってて、金額ゼロなわけじゃないから、そうですよね、金額ある程度出しちゃったから、ウィンウィンじゃないですか、持ってってくださいになっちゃって、ウィンウィンウィンですよ、余計なこと言っちゃったなと思って、お金が戻ってくるっていう、ね、じゃあただで引き取りますねって言えばよかったのに、相場で言っちゃったからさ、そこは正直正直に、いやでもそこはさすが、いらねえの買っちゃったよ本当に、もう困ったなこれ本当に。困ってるのでヤフオクに出します、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ。